75やったっけ、75やったっけ。勝てないんですよね。で、絹のね、これね、地獄っていうのを使うといいらしいんですよね。調べると自分で敵が自分に攻撃するなんかそういう魔法というか術らしいんですよね。あれ効果なかった。でそんなにマジックポイントも使わないらしいんでね、いいらしいんですよ。あれ効果ない。ミスった。あれ効くって書いてあったのにな。うわ、やば。地獄効くって書いてあったのに全然効かないやん。どういうこっちゃ。うわ、これ第一形態なんですよね。これ倒しても第二形態あるからね。これでもね、攻略サイトを見たり誰かがやってる記録とか見るとですね、レベル60ぐらいないときついみたいですね。60以上ないと。55ですからね。だからきついんですよ。低レベルで挑戦するにはいいんでしょうけど、通常でやるにはちょっとね、レベル低かったみたいですね。だから鍛えてレベル上げしてね、もっと武器も強くしてからないと勝てないのかなっていう気がします。せめて100ぐらいダメージ与えんといかんよな、この打撃攻撃で。そうか、これ持ち物でこっちやった方がいいんやったな。あ、当たらなかった。あ、これ全体攻撃なんですよね。全員ダメージ受けるんですよ。これもう回復ばっかりしてたらすぐにマジックポイントなくなるしね。あ、間違えた。若草じゃない、日立。地獄もう一回やってみるか。これ聞いたらいいらしいんですけどね。第二形態しか無理なんかな、もしかして。第一形態全然当たらないもんな。強えな。
まあ、バイキルトみたいなね、攻撃力上げるやつもあったりするんですけどね、あんまり魔法使ってもね、マッチポイントすぐなくなるから、回復に使った方がいいでしょうからね、マッチポイントは、なるべく。うわ、強っ。まだまだやもん。まだも2600何番あるやん。第一形態はね、前の時倒してんですけど、第二形態は勝てないんですよね。第一形態倒してもクタクタになってるから第二形態倒せないんですよ。やられた。これもう仲間一人でやられたらもうダメですよね。リセットするしかないですよ。あ、もうダメだこれ。勝てないわやっぱり。ダメだ。もう鍛えないとダメやわこれ。鍛えてもう武器も強くしないと無理ですね。レベル60以上ないと無理ですね。